はい、土屋大平です。ですね、実はですね、自分和菓子職人なんですよ。実は今日知り合いにお願いされて、和菓子をね作る工程を見せてほしいっていう風にお願いされてるんですね。例えばね、あの能舞台とかを使わせてもらってパフォーマンスとかしたことあったんですけど、今日はね、あの介護施設でそのおじいちゃんとかおばあちゃんたちにあのパフォーマンスを見せるっていう、まあなかなかあの介護施設とかであの和菓子を作る工程を披露するっていうのは今までやってこなかったっていうか、まあなかったことなんだけど、まあなんか和菓子を作ってなんかまあ喜んでもらえるんならね、まあ嬉しいかなと思って、ちょっとね今日はねボランティアってことで和菓子を作ってこようと思います。はい、ということでね、総理ホーム西田さんに来ました。あんまりこういうねところでパフォーマンスとかしたことないし、見て喜んでくれるのかなっていうちょっとやっぱ不安はあるんですけど、あんことか多分好きだと思うので和菓子作りを披露してこようと思います。見せる和菓子、気楽な感じで面白く見ていただけたらなと思います。若輩者ではありますが一生懸命披露させていただきますのでよろしくお願いいたします。作らせていただくのでちょっとびっくりしてしまうかもしれないんですけれど、不老長寿を表す花として縁起のいい花なんです。不老長寿を表す花なんです。無病息災、若返りを願う花として、中国から伝わったお花なんですね。あ、玉菊です。はい、玉菊という花を作らせていただきました。不老長寿とか無病息災とか若返りを願う花として、そうなんです、菊はそういう意味合いがあるので、はい、ぜひ、はい、思いが深めてください。若返るって感じです。はい、ということでね、和菓子、作ってきました。もうね、ほんとね、やってよかったなって思う。なんかね、やっぱりね、施設とかであんまりパフォーマンスとか和菓子作りとかってね、やったことなかったんだけど、もうおじいちゃんとかね、おばあちゃんのね、喜んだ顔を見るとね、ほんと嬉しい気持ちになるね、ほんとに思う。和菓子ってちょっと近寄りがたいとか、格式が高くてなんかお店にも入りづらいとかねあると思うんだけど、能舞台とかねそういう格式高いところでやるのもすごくいいと思うの。すごいいいとは思うんだけど、かっこいい場所でかっこいいことだけをやってる和菓子職人にはやっぱり俺はなりたくないなと思った。もっとね近い場所でもう格式をあえて下げて、もっと近づきやすいね、なんかそういう職人になりたいなって改めて思った。もう本当に良かったね。もう喜んでくれたのが本当に何よりだなって思うんで、ということで、和菓子作りました。はい、ではね次の動画でもよろしくお願いします。バイバイ。